少し煮込んでいくとね、非常にいい塩梅の太鼓傘乗せて、はい、どうも、リュウジのお兄さん、リュウジです。ということで、今回はですね、私の酔いも深まってきたということで、酒飲んだ後、食べてます炭水化物。炭水化物食べないとダメらしいですよ。直接内臓にダメージがいっちゃうらしいんでね。諸説ありますが、最近は私炭水化物を食べるようにしてるんですけども、結構飲んできたということで、炭水化物を入れたいなと思いまして、私が今回作るのはですね、本当に美味しいメンタクリームの、イメージ的にツルトンタンです。めちゃくちゃ簡単なんですよ。めちゃくちゃ簡単なんで、これをやっていきたい。リュウジのバズレシピ。前週間もうね、まず簡単、冷凍うどんね、1玉明太子25〜30g のものでいいです。はい、バター 10g、 無調整糖量が 140cc ですね。海苔、小ネギ、以上。明太クリームうどんを作ります。本当に美味しいってどれぐらい美味しいかっていうとですね、これを伝えるために本当に美味しい飲み物っていうのをね、飲んでいきたいと思います。これを飲んだら本当に美味しいってのがどういうことなのか皆さんにも分かると思います。飲んでいく。オタクはいらねえ。ポケモンはどれにしようかな。獺祭焼酎。ほぼミュウツーみたいなもんですね。ミュウツーです。美味しすぎて。なんで水入れた時はね、やっぱね、捨て足した方がいいですね。こうちゃんと回さないとね。水割りいただく。キュンキュンする。心がキュンキュンする。ということで、作っていただきます。材料紹介に、ちょっと忘れてたんですけど、ニンニクいりますね。はい、ニンニク。いつでもニンニク入れたの。俺、1品目も2品目もニンニク入れてたの。ニンニクは好きなんだよね。はい。苦手な方なくてもいいですよ。なくてもいいけど、俺はあった方が絶対美味しいと思う。粗くみじん切り。ね。これね、でもね、本当に美味しい明太うどんなんだけど、めちゃくちゃ簡単なんで、はい、粗くみじん切りしていきますね。めちゃくちゃ簡単です。明太子ってよくね、この1個をね、1腹とか言ったりするんですけども、1腹って1匹から取れる量らしいんですよね。だからもっとあるんですよね、実はね。味はマジでうまいと思います。僕の料理は。そこだけは自信あります。ていうか、そこに自信持てないんだったら、料理発表するべきじゃないと思うんで、料理研究家やめた方がいいと思うんで。だから僕はもう何回でもいいです。僕の料理が世界一うまいっす。明太子を切り出しました。で、この、皮、余った皮、皆さんどうしてますか？これはおつまみにしますよね。そして獺祭焼酎。この一瞬のために動画撮っとんのよ。じゃあね、ここで、うどんをね、解凍しておきます。これ一緒にいるのできなくはないんですけども、解凍しておいた方がね、便利なんで。じゃあですね、今、うどんは温めてますんで、スープを作っていきたいと思います。まずバター。バターに入れたらもうガーリック入れます。はい。ガーリックバターっていうのは非常にですね、明太子と相性がいいんですよ。僕も前に至高の明太子パスタ。っていうやつ作ってるんですけど、まああれめちゃくちゃうまいパスタなんですけど、そのパスタをですね、やる時もガーリックバターの組み合わせを使ってます。だからガーリックバターって明太子と非常に合うんですね。弱火でね、これ炒めてくださいね。シュワシュワとこのバターを溶かして、ニンニクをにのね、香りをジュクジュクとね、出していきます。中火ぐらいでもいいんですけど、とにかく焦がさないことね。焦がしちゃうとね、ニンニクの焦げがね、結構支配しちゃうんで、あくまで香りを出すっていうところに注視していく。ちょっと色づくぐらいです。これぐらいちょっと色づいてきたの分かりますか？ちょっと色づいてきましたね。豆乳を投入します。はい、ああこれぐらい、これぐらい、これぐらい色づき、いいっすよ。やっぱりうどんはね、出汁が命。これは市販の白だしね。はい、僕はヤマキの白だし使ってます。ポコポコポコ焼いてきましたね。で、ここに明太子ね、大体 20g、 はい、25g の明太子を使ったんで、5g だけ残しておきます。 5g はね、あとはね、最後に飾りとして使います。ちょっと火を入れていく。今の明太子でも悪くはないんですけども、明太子ってね、意外とね、火を入れるっていうのもね、結構と味に変化が出てくるんで、入れてください。これうどんです。これね、さっきもうレンチしときました。これ入れてください。はい、普通のゆでうどんであれば、あらかじめちょっとゆでたものを入れてください。少し煮込んでいくとね、非常にいい塩梅のうどんになります。はい、じゃあまずね、このうどんから、うどんから、はいはいはい、入れていきます。はい、で今度トッピングね、海苔も非常に合います。明太子を使ってるんで、海苔の磯の香りもすごくね、合うと思うんで、こんな感じで。そしたら最後に残しておいたこの明太子、麺の太鼓です。太鼓傘乗せて、はい、
スルトンタン急にうまい。また勝手に名前使っちゃうと、まあ、怒られるかもしれない。本当に美味しい麺たく感謝します。食べていただきます。いただきます。明太子とこの上の火が通ってた明太子、これを絡ませることによって最強のやつになります。いただきます。いただきます。めちゃくちゃうまい。やっぱりうまいぞ。火の通った明太子がトロットロで、豆乳のソースに深みを与えてくれてますね。コクを与えてくれてる。で、上に乗っけた生の明太子もすごく効いてる。やばい、うまいわこれ。明太子のガーリックと合うね。濃厚な明太子ソースにタバスコの酸味が加わって、ピタチックになるこれね。ブラックペッパー、ブラックペッパー投入。ブラックペッパーはいいコラボレーションかな。あーうまい。足します。いただきます。うまっ。スルトンタンのまるっと食べて再現した感じだうまい。明太子はね、なんか生の方がいいっていう人もいるんだけど、うん、ちゃんと火を入れたのがあった方がうどんに絡む。牛乳じゃないですけど豆乳っていうのもポイントなんだね。豆乳は煮ていけば煮ていくほどとろみがつくから、うどんに絡みやすいんだよね。濃厚さが出やすいんですよ。スルトンタンからクレームが入るかも。スルトンタンとは味違いますよね。あの再現はしてるけど。ゴーマールさん、合う。黒胡椒合うね。黒胡椒うまい。味変に持ってこい。明太子1本使うんだったらこれめっちゃいい。うん、最高。ウェイウェイランド、ウェイウェイランド最高です。今からエレクトリカル酒パレード。ということで、いかがでしょうか。めちゃくちゃ簡単なのに味わいがめちゃ深いレシピになってますんで、これからもよろしくお願いします。ウェイウェイ。ツルトンタンってお酒飲めたっけ。ツルトンタン飲めたはず。飲めた。うん、サイボーグ AD がスルトンタンで飲んでたんですよ。家でもこれできるってことだね。飲みながらね。家でもできます。うん、はい。